にちは。ですけど、ちょっと新井くん感情的になっちゃったんで、僕が MC します。どうもこんにちは、レッドアライブでーす。うちはアジカンのコピー版をしておりまして、で今日はちょっとアジカンじゃない曲もやるんですけど、まあ皆さん最後まで、僕たちさこの最後の、まあ、文化祭なんで、まあ新井くんは多分もうこのバンドでも、多分ここの場でもさ多分最後というか、まあ、終止符を打つと思うんで、皆さん盛り上がってください。お願いします。次の曲マジカンなんですけど、ものすごい感動的になってんで、で今ちょっと正直今全員感情的になってんで、ちゃんと弾けるか分かんないんですけど、まあ温かい目で皆さんお願いします。見てください。
ありがとうございます。はい、すいません。とりあえず直前の曲変更ごめんなさい。で、とりあえずこのバンドは、このバンドができた理由は、もともと僕がバンド組めてなくて、それで一番はメータがどうにかしてこうとしてで組んでくれて、みんな掛け持ちしてくれて、それぞれ自分の大事なバンドあったのに、それでやらせてくれたバンドがこのバンドで、本当に感謝してて、で今までとりあえずありがとうってちゃんと言ったことなかったんで、ありがとうございました。実はね、僕あんま、まあ、俺も悲しくないっすもんな。あんま悲しくないっすもん。本当は悲しい。東京ゼロサートで挟んだっすけど、もうちょっとこうなっちゃったんで、もうちょっともう話せるないんで、話せないんで、まあ、曲だけ聴いて帰ってってください。次の曲は、まあ、こんな感じなんですけど、まあもうそりゃ踊って踊って踊ってループしてループしてループして、あの曲をやりたいかなと思います。もうやっちゃいましょうか。じゃあお願いします。